レフリーが集計を読み上げます。さあ判定は。お見違いじゃないのか。ジャッジは何を見てるんだ。移動ダウンを取った。ポイントだって一つも取られていないはずだが。敵地に来れば仕方ないことだろうな。まあ芝戦以来の再起戦だったのに。あいつが語彙を相手に華々しく KO を飾ったっていうのに、天才だとか華麗だとか言われてデビューして。タイに来て約2ヶ月。食べ物には慣れたけど、この暑さだけはたまりませんね。身長172センチのフェザー級ボクサーは他にもいるが、本来ライト級がベストウェイトなんだ。限界を求める減量は全ての欲を断ち切らなければならない。あいつは18歳にして若者の権利を自ら放棄してしまう。次の試合の申し込みが来てるんですが、ちょっとこれは。東洋太平洋圏内で最も注目されているホープか。一郎は手のいいカマスイングとして指名されたのだ。今一郎に必要なのは勝ち星のはずだ。なんだい、気分悪いぜ。大きい声で言ってみろよ。早う。あんた日本語少し分かったよな。日本人やはりハングリー違うと。私逃げた思わない、仕方ない思うよ。次の試合はジュニアライ。本来のお前のスピードもパワーも活かせる。頭の中じゃ世界まで一直線の道しか描いていなかったよ。それを避けちまったらこれから出てくるやつ全部避けちまうよ。少なくとも現時点じゃ格上さ。勝てる相手じゃないかもしれない。目の前の敵から逃げて。今のお前とじゃ実力差がありすぎる。何があるか分からないのがボクシングじゃないのかい。なリングに息子をあげるわけにはいかん。トレーナーとしての意見を聞きたいよ。真芝戦で分かったことがある。それゆえ一撃必殺のものだと思っておった。スパッと切られた傷口ほど回復は早い。パンチの質とは持って生まれたものだ。足の打撃が加わる戦いを30にも勝ち抜いた強者よ。だけど俺はこの拳に頼るしかないんだ。同じだな、あの時の私と。私は自分の非力さを嘆き引退した。自分の限界を知りつつ。おお、またパートナーを潰してしまった。一郎宮田が試合を受託したことを知っております。ジミーの強さはムエタイにおいてすでに実証済み。今度の試合はその足がかりになると信じていますよ。スピードとコンビネーションで勝負だ。バカ野郎、何が安定だよ。どの道勝つためには KO しかないんだ。一郎のシャドウ流れるように綺麗ね。どうした、何か気に障ったか。ジミーは子供たちに夢を与えるボクサーな。頑張れば彼のようになれると思ってる。そんなことない。少なくとも僕は応援して。これ僕の弟チャナ言います。さあ、あの話一郎に言ってみろ。じれったい、みんなにいじめられる、それが原因。俺の知り合いでもそっくりなやつがいるよ。僕はムエタイではなくボクシングを目指してます。一郎のようなカウンターが打てるようになりたい。お願いします、もっともっとすごいカウンターみたいです。もっとすごいのがあれば悩まないさ。自分のカウンターが完成されたものとして渡れば確実に立ち上がれないという。カウンターを超えるカウンターが。フィニッシュは例外なくインファイトからの左右のフック。知れば知るほどジミーの強さが浮き彫りになってきますね。気を失ったのもわからないなんて。飲まず食わずで汗を出しても体重が落ちない。とてもジミー相手に10ラウンドやれるスタミナは望めませんね。しかしカウンターが通用しないわけだし。どうせならまた水着になっちゃう。この雨じゃ傘さしても意味ねえか。ここに来る日本人みんな楽しそうにしてる。ジムの人たち、イチローはジミーに勝てないと言ってる。タイの人たちよりもハングリーな生活してる。でも日本人違う思う。イチロー全然楽しくなさそう。ボクシングする理由わからない。早く帰ろう、体冷えてしまうよ。だけどな、こんな考え方俺だけかもしれねえけど、ボクサーだけにしか味わえないすごいカウンターが見たいって言ってたよな。そっか、見たいか。このところずっと調子悪かったけど。まだだ、続けてくれパレオ。カウンターチャンス。調子が悪いにしてはパンチが切れてる。見てられません、止めますからね。宮津さん、ここまでだ。一郎君大丈夫かい。クリーンヒットはほとんどもらってないのに、体の芯に残っているものがある。今までの一郎のパンチとは明らかに違う。近づきつつあるようだな。カウンターを超えるカウンター、その答え。少しだ、もう少し。なんとか計量パスしましたね。しかしジミーの方は肌のツヤといい張りといい、ナーバスになってるようですね。無理もない。控え室でコンセントレーションもできないなんて。ここまで情けねえ前評判で戦ったボクサーって一体何人いるんだ。要はビビってんじゃねえかよ。クソクソ、だきっちり覚悟決めやがれ。前評判悪くても戦
ってるボクサーがこんなプレッシャーと戦っていたのか。仕方ないだろ、仕事だったんだから。さあいよいよ始まります。注目の10回戦、ジミーシスパーが歓声に応えます。アコーナーには日本からの刺客、イチロー宮田。バレンばかりのジミーコールだ。そして待ちに待ったゴングが鳴りました。外国期待のホープ、ジミーシスパー。場内は割れんばかりのジミーコールだ。仕方ないだろう、仕事だったんだから。わからないよ、ジミーは本当に強いんだから。だけどこの間からのイチローのカウンターは何か違う。今月の成果値全部イチローにかけた。死ぬ気で応援するぞ。チャラ、地元とはいえ一方的な声援だな。評判通り強いぜ、ジミーは。いいかイチロー、初っ端は様子見だぞ。みんなジミーの勝ち方を見に来ているんだ。負け率30対1とはそういうことだ。ジミーとて立っていられないはず。自分に降りかかるリスクも加速度を増す。さあいよいよです。待ちに待ったゴングが一方的な展開になってきた。やはり強いジミー宮田、そろそろ限界か。宮田防戦一方、ジミーさらに前に出る。第3ラウンドまで防戦一方、圧倒的な展開、ジミー強し。あのイチローがここまで一方的にやられるなんて。未練たらしく体に染みついた従来のスタイルで戦っちまった。さあ立ち上がった宮田、試合続行できるか。とんでもなく強えよこいつ。3ラウンド残り20秒、仕留めきれるかジミー。イチローのスタイルが変わった。前足に体重を乗せ、体ごと叩きつけるパンチをカウンターに応用せ。ああ失敗すればその破壊力は自分に跳ね返ってくる。イチローのボクサー生命をためらいなく奪い去るだろう。どの道おっかねえもんしか出てこねえだろうが。まるでインファイターの構えだ。私と打ち合うつもりか。あっとジミー一気に出た。ジョルト当たれ。ジミーの右をもろに受けてしまった。宮田ピクリとも動かない。このダウンは決定的か。何言ってんですか、これ以上無理ですよ。お前のボクシングはここで限界なのか。お前もジョルトで砕け散るのか。僕も父さんみたいに強くなるんだ。お前のパンチは軽いのだ。違うよ。ボロボロになるまで練習して手に入れた。相手が誰だろうと真正面から立ち向かい、何よりも自分のために。セブン、あのジミーの強打を受けて立ち上がるとは何とも驚きです。目の焦点が合っていない、無理か。あっとレフリー止めません。試合続行だ。石の宮田ゴングに救われました。石野、よしよく立った。わずかに踏み込みが浅かったのが幸いしたな。しかしこれ以上はまずい。ガードは固めろよ。バカな、歓声で雨音など。鼓膜をやられたか。宮田さん、すぐにでも病院に行って精密検査を受けるべきです。いいか、ジョルトをカウンターに応用するアイデアは悪くない。しかしまだ相手のパンチを見すぎるぞ。ジミーのタイミングを体で覚えることができたことだ。行ってこいイチロー、お前のありったけを込めて打ってくるがいい。日本人ボクサーはハングリーではないと決めつけていた。私のキャリアの中でもあれほどのファイティングスピリッツのファイターは。ゆっくりコーナーから出てくるジミー、このラウンドでフィニッシュに持っていけるのか。これ以上は命に関わりますよ、危険すぎます。しかもまたあのカウンターを使えだなんて。私が東洋太平洋チャンピオンだった頃、たった一度だけあのカウンターを使ったことがある。まさしく私のボクサー生命を奪ったパンチなのだ。私が顎を砕かれ血だるまになり、マットに這いつくばる様、あいつも私と同じ壁にぶち当たり。危ないよ、耐えられないよ。ダメージがあるから足を使って逃げられない。どうしてジミー決められねえのか。パンチを目で打っちゃダメだ、来ると同時に反応しなきゃ。悪くないところだな。
コツはな、二流どころではまず挑戦を断ってきますから。凱旋の時日本は騒がしくなるだろう。日本か。帰った時にあいつのランキングはどうなってる。